こんなにこうホラー作品に参加したの初めてだったので、怯えるとか震えるとか叫ぶとか、まあ、怖さを感じたり、まあ、疑心暗鬼になったり、なんかそういう芝居をしたことがあまりなかったので、多分体力的には本当に逃げるっていう行動だけでもつらかったと思うんですけど、いや本当あまりない経験だなと思いましたね。私本当に怖かったし、それが本当に良かったなと思って、いや参加できて良かったなと思いますし、今ここではって思うぐらいとかビクッとするような反応とかがここの現場であるので、なんかこれが大きい画面でお客さんに見ていただいた時にこれは驚くだろうっていうふうには思いましたね。そういう、なんて言うんでしょう、まあ、これから編集とかでいろいろとねしてくださると思いますけど、なんか現場ではこう私も体を張って、あと精神的な芝居のところも集中してやったので、なんか自信を持てるような気がしますね。